どうも、エルザレットです。それではセレステやっていきたいと思います。さあ、なんとかね、上にどんどん上がってきてるって感じですが、どんなもんかな。あ、意外と普通の道。あ、でも鍵が必要な感じね。いた。これ、散らかりすぎじゃね？やけにね。あ、鍵はあそこにあると。迷路だね。ここに来て迷路的な感じにするのか。あっち行きたいけどね、なんか行けそうな気もするが。あそこは通っていける。とりあえずそしたら、行けなくなってる感じか。行けないね。ぐるって回るしかないね。さあ、とりあえず会話。ああ、そこら中散らかり放題。いつからこんな状態にと。いや、掃除してないんか。どこから片付ければいいのやら。大城さん、このホテル一人で切り盛りしてるんですか？おっしゃる通りだ。こんなに散らかっていては、とても一人じゃ片付けられない。ああ、もうおしまいだ。いや、そういう意味じゃなくて、大城さん、ちょっと一回深呼吸しましょうか。大丈夫、ちゃちゃっとお掃除しろ、片付きますよ。まあ、ちゃちゃっとはいかないかもしれないけど、私も手伝いますから。なんと優しい。でも無駄ですよ。どうやったって片付きません。はあ、開放。じゃあとりあえず3方向だね。上から行こうかな。うい。ほいっと。まあまあまあ、これぐらいだったらね。あー、なんかハートあるね。なんか下から行く感じか。あ、はいはいはい。ほい。いや、さすがに行けないかな。あ。なんで一発目いけたんだ。入るけどいけないって感じか。なんかそれはそれでちょっと今の切なかったな。ほい。ドン。おー、ないか。上。あー、マジか。下が正解だったか。隠し的なの探すんだったら、意外とね、一回行ったら一回行ったで戻れないからね。降りて、あー、そこについてか。今のでいけるか。つけばどうにかなりそうな感じはするね。音が気持ちいい。おお、おお、マジかい。あ、一瞬罪かなと思ったけど、よかったね。よしよしよし。お、まずは、なんだこれ。ドン。おお、すごい。魔法の本棚。いいな、めっちゃ便利じゃん。
おお、道ができてる。で、ちょっとね、もう一回。あれ。大城さんは？あ、いたいたいた。まだ片付け始めていないのに、早速心が辛くなってまいりました。これぞまさにポジティブ思考の力。っていうか、私が少し片付けてあげたんです。ああ、さようですか。ありがとうございます。マデリン様とは。従業員がいたしますので、マデリン様どうかごゆっくりおつろぎください。大丈夫ですか？ええ、もちろん。そう、ホテルより高級なホテルはこのようにどこにもございません。いつの間にかこんな問題が山積みになってしまったんだと。一回行ったらダメですか？マジか、ハート取れなかった。まあいいや、仕方ない。お、すごい。水の中入ると音がちゃんと聞きづらくなる。散乱したものの間に古い紙切れが続いていると。従業員諸君、この度非常に残念なお知らせをしなくてはなりませんと。廃業する運び。結果廃業してたっていうね。じゃあ従業員は一人もいないってことか。セレステプリーズボタン。おい、ピコエイト。あ、すごい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 、まんまじゃん。あ、ちょっと待った、ちょ、危ない危ない。花は特に花は意味がない。あー、はい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 。違いとしては壁にこう捕まることができないっていう点かな。うん、ちょっと待った。 A とこうで、こうのこうこう、いちごなしか。いやー、この8ビトンいいね。おぶ、おお、そういう感じ。はい。はいはい。はいはい。あーはー。ああ、一応再開もできるんだね。ああ、これ。おお、マップ1じゃん。危な。おっと。これは、あ、すごい、上下ちゃんと見るね。おっほっほっほ。え？だよね？やっぱこうか。で、いちごゲットの、横はいけないか、やっぱ上か。こうで、よしよし。あ、へえ、風船はそういう風になってたんだね。音がなんかカービィっぽい感じで。あ、すごい、雲乗れる。雲に乗れるのはいいんだが、あ、そういうことね。はいはいはい。
いやー、やばい、黙ってしまう。あ、もうちょい早くても。やっぱ刺さるよね。あ、じゃあもう出るタイミングで乗ってないとって思ったけど、あ、反対側に行かないとダメか。だってジャンプして乗れないもんね。いやー、何気に、いや普通に取れるんかい。さあこれどこまで行くんだ。うい、うお、危ない。ほいほい、おおおお、こっちか。さあ、うん、さよなら。これ延々とこれしてていいのかな。とりあえずクリアは見えてくると思うんだけど、トントン裏行ってって感じか。トントン裏、ほいほい。ああいう動き方はできるのね。ね、ちょっと待って。これはどうしたらいいんだ。乗って乗ってポーンの、ポーン、あー、そういうことね。刺さるか。ほい、よっしゃー。あら、あ、これでいいのかな。永遠と続く感じだね、この調子だとね。くぅ。いや、多分ね、こうでいいと思うんだよ。あー、ギリか。トン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 、よし。え、あ、上か。おい、あ、危な、やばい。これはずっとできるパターンだ。おい。まさかドットからさらにドットに行くと思わなかったな。トン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 。おい。トン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 。当たり判定がわかりない。さよなら。いやー、よしよし、よしよし、こうこうこう。待って、一旦待った方がいいのかな。あ、ちょい乗れるのか。めっちゃシビアじゃん。ふう。一応リセット、あー、リセットじゃね。一応終了しよう。メニューからプレイできます。あ、そういうミニゲームコーナーってこと？いや、普通に満喫しただけ。ほんと満喫しただけ。じゃあ下かな？さあ、同じドットでもこれだけ変わるっていうのがね、すごいよね。うっきり、
方の。ほう。あ、なんかありそうな気がしたけど。いやー、絶対鳥いないから。あ、危な。ありそうな気がするんだけどな。ないか。ないんかい。その期待したのを返してほしい。あーはあ。下がって。よしよしよし。で、こっち。うん、やっぱ隠しっぽいね。ふい、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 ふい。ダッシュは使っちゃダメな感じだね。あ、でも、だいたい。はい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 。あー、乗り方か。置いて、こう、ここ。とりあえず、こうはいいとして、そこから、右のところから降りて、真上、いや、右下についた方がマシか、どっちみち。で、これで OK。 左の隙間が非常に気になったけどね。ふいっと。いや、大変よ。来たー、苦手なやつ来たー。問題はね、これ左側がなんかあるのっていうね。何もなさげだったね。いや、こう行くだけだもんな。とりあえずあのまま降りても良さそうだね。左、左か。危ない。ふいふいふい。いやー、調子が狂ってきたね。こうでしょ。はい。トン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 。トントントン。トン。トン。よし。二つ目。さあ、無事 OK かな。お、だいぶ整理されてきたね。一回行ったところが通れなくなるっていうのは結構大変だったな。あれ、いたいた。だいぶ片付いてきましたね。そろそろ出口案内してもらっていいですか。ですが、まだ当ホテルの最高級のおもてなしをほとんどお楽しみいただいておりませんよ。お話の続きは掃除が終わってからお伺いしましょう。ああ、忙しい忙しい。厚かましいにもほどがある。どっちが。さあ、もう空いてるのはそこだけと。さて、トンって飛んで着地。あれ、何してるんだ。
ああよかった、君もいたんだね。ホラーだのミステリーだのは大好物だけど、さすがにこれはヤバすぎると。ほう、大城さんには会った？あの人力になってあげた方がいいような気がする。どう見ても怪しいんだよ、あのおっさん。まあ怪しいね。死体を隠す場所を用意して。トミーさん、問題はね、危険か。あ、開いた。ひとまず脱出して専門家を呼んだ方がいい。やばいおっさん対応の専門家をさ、俺たちは手に負えないよ。話せばきっと分かってもらえると思う。背は先に出て後から追いかけるから。俺の妹より頑固だな。兄弟がいるんだね。はい、気をつけるね。じゃあサインなら、うん、あ、通れないのね。そっか、道は見つけたけどまだ整理してないから行けないみたいな感じね。あそこが抜け道になるかな。早えな。危な、めっちゃテンポ違うじゃん。いやー難しくなってきたね。はい、飛んで、え、あれどうやっていくんだ。ほう、可能性としてはあえて飛ばすってことやね。はあ、なるほど。逆に飛ばすっていうのも出てきたわけか。はい、ゲッチュドン。こっちも無理。あの中央がめっちゃ気になるな。ほい、おぶだ。さあこのタイミング浮いてトンと、よしよし。ふう、ここは特に赤がいい。ちょっとね、今気になったところがあってね、という言い訳をさせてもらった。はい。トンって降りて、こっち。危ない危ない。ちょっとね、気になったところがあって、一箇所ね。お、意外と何もなかった。この上があるかなと思ったんだけど、何もなかったね。慎重でもよかったな。ほいほい、あはははは、ほいほいと降り、お、危ない。行って、はい、来てもらって上行って、さあで下に降りると、さあまだまだ先は長そうだね。ダッシュ、あ、ダッシュでジャンプか。もうちょい早くてもいいね。さ、うん、あ、イチゴあったんだ。全然見てなかった。意外とギリギリで回らないね。おお、意外とあのジャンプでいけたのは結構、うん、珍しかったかもしれないね。あー、マジでピンポイントで止めるの。お、危な。
危なかった今の全然見てなかったけど綺麗に早まっていったね。やっぱあったね、こういう逆流してそうなところはね。あ、これはこういう部屋がありますよっていうところの紹介か。まあ隠し通路は見つけたと。さあ洗濯物かな、ドン。あー、そういうことか。あれ洗濯物だったんだよね、全部タオルとかね、特にはないと。こっちもない。これで片付けは終了かな。おー綺麗になってる。お橋本さん、違う、お橋本さんは違う違う違う、それは全然違う人や。ぴょんと、さあ鍵ゲッチュ。あ、で確認したいのは、あ、やっぱいけないか、ハートが欲しい。おい、来たぜ。やっていらっしゃいましたか。どうもマディさんはフラッとどこか行くのがお好きなようで、散らかってたものを全部片付けましたよ。すごく大変でしたけど、セレステホテルを代表してマディさんお礼申し上げます。もっとも片付けなんて従業員だけでどうにでもなりましたが、どの口が言う、あーなんていう屈辱だ。さあさあお部屋を見るのが待ちきれないでしょう。エレベーターで上がって廊下を進んだ先にございますと。わかりましたよ、見ればいいんでしょ。プレジデンシャルスイート案内してくださいよ。さぞかし素敵な部屋なんでしょうね。最高のチャンスだ大城くん。ここで逃げられたら元も子もないからね。さあ何が待ってるのか。まあ綺麗な景色だといいね。結構ドットの絵の割に綺麗だからね。そうだよね。あ、これ乗れたの。なんだこれ。おお、びっくりした。いや、参った参った、まるで迷路だなこりゃ。どう、キモンスターくんはどんな様子。キモンスター散らかり放題だった。部屋を片付けてあげたのに何かも態度がムカつくっていうか、しかもまだ客として引き止めようとしているし。いいかマドリン、よく聞け。本当悪い予感しかしないから、キムも早く逃げた方がいい。今私がいなくなったら大城さん壊れちゃう。一度くらいは困ってる人を見て見ぬふりしないで助けてあげたいの。一度ぐらいね。ここは心を鬼にするべきだよと。何をやったってあのおっさん、いずれ壊れる。今は自分の身の安全を考えた方がいい。強く、私は大丈夫だから。まあ一旦無駄だと思ってたよ。それじゃ脱獄できたら外で会おうぜ。俺も、いや、いけんか。そう。こんな感じか。取って、上行って、下行ってか。あ、積んだ。積んだ。ある程度の高さは重要になるから、わあ結構ギリギリ。あー難しく考えすぎか。こう取って、はいはいはい、難しく考えすぎたね。さあ次、なんか結構距離感が長くなってきた気がするね。あ、しかも上戻れない。これはとりあえず乗れない。はいはい
はあ、はあははあ、戻れないからってことか。なるべく奥に飛んでって感じか。着地する場所を作っとかないとね。ほい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 、ちょっと大きめに止めてだね。いちごが欲しい、いちごが欲しい、いちごが欲しいだけなのよ。あ、さっきほんと際どく止まれた。自分でもびっくりするけど。もうちょい、もうちょい奥行っちゃうかな。真上に飛んでか。難しいなぁ。一回できたから、できなくはないと。難しい。真上に飛べない。なぜか。でこれ難しいね、真上に飛ぶってね。ギリギリすぎるギリギリすぎる。あ、やっぱりってことは斜めか。うん、今みたいな止まり方がベストだね。難しい。あ、下積んだな。試してみたいのがある、一個あるから、こういって。あ、違う。あ、そっか、一回しかできないから結局無理か。こっち側戻ってこれるかなとか一瞬思ったんだけど、ほい、ほい。よし、まだまだですいけたのにマジかい。ふいふいと、いやいや、もうこのリズムでいこう。ふいふいふい、あ、それは無理だね。次いけない。ふいとふい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 ほい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 、あー無理だね。難しいね。よし、あ、動かなければいいね。今更気づく。この辺りはね、説明が本当ないからね。あ、でも止まってられるのはでかいな本当。難しかったな今のところ。あ、いやー難しく考えすぎ。今のも飛ぶ瞬間を別に考えれば問題はなさそうだ。お、いいかよ、おしろくん。これが本当に最後のチャンスだぞ。ダメだね、もう正気はない。客に掃除をさせるなんて、今後どうなんだ。彼女は止まりっこない。大丈夫、まだ帰ってないことは、まだチャンスがあるってことだ。
プレジデンシャルスイートを見せるんだ。見れば絶対泊まりたくなる。さあしっかりやるよ大城くん。あー、これは大城くん本人の苦悩か。あ、マデリンさんやっといらっしゃいました。さあ早くそちらへ。お部屋はすぐそこです。苦悩の塊っていう感じかな、これに関してはね。結構面白いね、そう考えると。はい、トーン、とりあえずまず左側に降りて、いや左側降りたらダメだね。はやこの野郎、うわー、いってマジか、この野郎なかなかやるな。いやーマジか、おい、あー届かない、あれは絶対壁使わないとダメか。思ったよりタイミングが合わない、噛み合わないな。ちょっとの差だと思うんだけど、いやーシビアだな。いやー穴が抜けれない、難しいな。あーはいはい、遅い遅いよ遅いよ、よし、危ない。まあ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 、ちょっとこの辺りにしましょうか。結構キリがいいんでね。じゃあ、今回途中ですけどここまでにしたいなと思います。多分次回この面はクリアできるんじゃないかなと思いますので、楽しみにしておいてください。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃまたな。